はい、こんにちは。神楽ゴンドラ山頂です。もう随分下地が出てきましたね。まだこの辺は随分豊富ですが、これからどんな風になるか、ちょっと滑走をしながら撮影したいと思います。板は滑るかどうか分かりませんが、まだこの辺は十分滑走可能です。さすがカーブ。今日朝のうち神楽は雨でした。今も若干降っておりますが、まあまあゴールデン明け、本当空いております。一番、荒らされてないのがこのゴンドラコースではないかなと、そんな風に思っております。さっきは最後までここを滑走できましたけど、あと2週間はちょっと厳しそうですね。誰もいません。もうラーメン屋も営業が終わったようですね。なんかやってますね。ご苦労様です。しょ、先週ここは一気に行けたのにな。漕ぎです、漕ぎ像。よいしょ。こちらはなくなりましたね。ああすごい、こんな段差になりました。新緑の神楽ですね。非常に今日はちょっと何度ぐらいなんでしょうか。半袖ではとても滑れません。ヤッキを着ております。私もよいしょ。ずいぶん減ったな。こんなになっちゃった。何本ここを大人げない競争をしたことやら。大人げない人は今日はいませんでした。いやいや
うわ、これこんな、いや、すげえや、ちょっと来ないだけで、おう、おう、おう、道が、バス輸送は必死でしょう。生暖かいですね今日は。あ、ゴンドラが見えてきました。誰もいません、私だけ。山麓が近づいてきました。おお、片斜面。ああ、これもきっとスタッフの方々が雪寄せしてくれてるんでしょう。ありがとうございます。これから行く方もいますね。いやいや、よっしゃ、こんな感じでございます。次回来た時はバスでしょう。よいしょ、こうです。はい、こんな感じです。ここもついに上りになってしまいました。終わります。ありがとう。